カーリングの藤沢5月写真を拡大ピョンチャン五輪カーリング女子で銅メダルを獲得した LS、ロコソラ。で、北見のメンバーが4日放送の日本テレビ系、しゃべくり7、月曜後10:00に出演。五輪後の様々な反響を明かした。番組ではカーリングで日本初の五輪メダルを獲得した LS 北見の本橋麻里、31、藤沢5月、27、吉田知那美、26、吉田夕梨花、24、鈴木夕湖、26、が登場。五輪前後の変化を問われた鈴木が、母が取材慣れしました、と明かすと、吉田友も、母が、ちょっと出かけ。てくるね、って外出したので買い物行ったのかと思ったら、ミヤネ屋、に出ていた、と話して笑わせた。ラブレターも送られてくるようになったと言い、吉田優は、プロポーズの手紙が80歳のおじいちゃんから届きました、と苦笑い。こんな手紙を出すのは申し訳ないですが、もしよろしければお付き合いしていただきたいと思います。って二人同時に同じ。人から、と姉に視線を向けると、吉田友も、最初はラブレターが来たって喜んだけど、妹も同じのを持っていた、と笑った。藤沢は、韓国から、ラブレターが、送られてきた。と告白。パスポートのコピーがあって、自分はこういうものですって。五輪でファンになりました、みたいな感じで日本語で書いてありました、と明かした。